大丈夫ですか？ティファ。はい。無事か？うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好？感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か？うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ。まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、七番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ、ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。これからどうなる？そのうち声がかかると思うけど。気味悪い部屋だね。ダメ？どうでしょう。はい、皆さん、まだ頭がぼーっとしていると思いますが、オーディションを始めます。